定款の境地の有権者。突如、6月20日告示の東京都知事選への立候補の意向を表明した、広島県秋田方市長の石丸新寺氏41。ネットを中心に改革派の騎手として褒め添えやす向きがいる。一方で、地元では大迷惑を被ったと怒りに震える声も多い。一体この男は何者なのか。今のところ都知事選では、 自民党がすでに独自候補の擁立を見送ったとされており、他の政党もこれといった玉を用意できていない。となると、現職の小池百合子知事、71が、まだ正式に出馬表明を行っていないとはいえ、このまま順当に参戦を果たす可能性が高いと、見られている。カイロ大学卒の学歴詐称疑惑が、再燃するなどして、小池知事への不信感が高まってはいるが、 未だ彼女にごする力を持った者は現れない。彼女を支持しない有権者はもはや定官の境地に至りつつあると言えよう。しぎらを敵だとみなし、過激な言い回しで批判。そんな中で、突如として5月16日、秋田方市長の石丸氏が、自身の SNS で立候補の意向を表明し、話題をかっさらっていった。 一般にはあまり馴染みはないかもしれませんが、この日、石丸氏の意向を報じたヤフーニュースの記事には、したたく間に6000件を超すコメントが書き込まれ、ネットにおける彼の注目度の高さが伺えました。政治部記者。石丸氏は、京都大学経済学部を卒業した後、現在の三菱 UFJ 銀行に就職し、アナリストとしてニューヨークなどのアメリカ大陸の都市を飛び回った。 エリート街道をひた走るキャリアを捨て、自身の出身地である、秋田方市の市長となったのは4年前のこと。以降、市議会や市長の会見の映像が公式 YouTube チャンネルに投稿され、話題を集めていきました。政治再建、都市開発、産業創出の3本柱を掲げる、若き石丸市長が、市議らを、旧体依然とした敵だとみなし、 過激な言い回しで批判する姿が痛快だとネットで喝采を浴びるようになったのです。どう今や市議会の映像が投稿される公式チャンネルの登録者数は約4万5千人。また市長の会見や市の PR に関する映像などが投稿される公式チャンネルは約26万7千人もの登録者数を誇り、自治体としては日本一だという。 ほとんどの市議との間に埋められない溝が。秋田市の市政関係者に評判を尋ねると、石丸氏の本質は政治家ではなく、単なるユーチューバーみたいなもの。目立ちさえすれば、それでいいのでしょう。就任早々から喧嘩を吹っかけ、ほとんどの市議との間に埋められない溝ができてしまった。ため、市議会が合意形成の場として機能しなくなりました。人口。 約2万6千人の小さな秋田方市を大混乱に、陥れた人間に、首都東京のトップを務められるはずがありません。彼は市長に就任した、直後の2020年9月、当時市議だった子、竹岡隆文氏が、本会議で居眠りしていたことをすぐさまツイッター、現 x に投稿。その後、居眠りを指摘したことで、市議会全員協議会に呼ばれ、 敵にに回すすななら、政策に反対するぞととされた、た。どと投稿を繰り返した一方の同括疑惑をかけられた市には、石丸市と秋田方市に対して、名誉毀損での損害賠償請求訴訟を提起し、昨年12月の第一審判決は、同括発言があったとは認められないとして市に、賠償を命じた。市議と市の双方が控訴し、今は第二審の判決を待つ最中だ。 次回と対立し続けた石丸氏は副市長人事や市議定数削減、道の駅への無印良品出店などの主要な政策を実現できませんでした。現在、給食費無償化実現を自我自賛していますが、これは国全体の目標となりつつあるので、彼のおかげとばかりは言い切れない。他の功績は公式 YouTube チャンネルの再生回数を増やし、その分の収入が得られるようになったことくらいでしょうか。 どルスデンに殺すぞ。秋高田市に起こった大混乱は他にもある。石丸氏の信者とも呼べるような熱狂的なファンが市議らを執拗に攻撃してきたのだ。猿市議は憤りながらこう語る。生前の竹岡さんは20年9月に眠りを指摘された後石丸氏から何度もその説明責任を問われ22年6月に。 記者会見を開きました。すると頼んでもない商品が着払いで頻繁に届くようになったり留守電に殺すぞといったメッセージが残されたりするようになったそうです以降の竹岡さんは酒を飲んでも吐いてしまい顔色も悪くなっていきましたこれをきっかけに秋田方市ではある対策が HP から大半の市議の住所と電話番号を削除しました 竹岡さんだけではなく、私も含めた大勢の市議が、ネットでの誹謗中傷にとどまらず、同様の嫌がらせを受けてきたのです。どう猿、広島県のタクシードライバーは、石丸市の実家を訪れたいと、遠路はるばるやってきたファンを、3人も乗せたことがあるのだとか。切り抜き動画の影響。なぜ 彼が一部の人間たちから熱烈に崇められているのかといえば非公式の切り抜き動画の影響が大きいそうだ。前室の政治部記者によればそれは秋田方市の公式 YouTube チャンネルの映像から石丸氏が過激な言葉を放ったところを切り抜き繋ぎ合わせセンセーショナルなタイトルやテロップをつけ勝手にバラエティ番組のように編集した動画のことです。 YouTube や TikTok などの SNS では彼に関するこのような非公式の切り抜き動画を投稿する専門のチャンネルがいくつも存在し一歩の当たり数十万もの再生回数を得られることだって珍しくはありません石丸氏が非公式の動画を容認しているのはこのおかげで自身の知名度が高まったことを理解しているからでしょうむしろ動画で切り抜かれることを想定して 過激なな言葉を放っってていいいるのではないかとさえ思ってしまいますどう例えばある市議が若干たどたどしい質問を行った際石丸氏は日本語として意味がわからんところが多いです同じ文の中で節が違えど同じ表現が出てくる中学生の小論文なら減点ですなどと厳しく挙げづらう無論切り抜き動画の多くは制作に関する議論についても 取り上げているがやはりタイトルやテロップを用いて強調するのは過激な言葉を放つところばかりだ。政治の世界で論破はだめ。このように切り抜き動画が視聴されすぎた結果、石丸氏はいつの間にやら広島の論破王というあだ名まで完成られるに至った。彼は都知事選への立候補を表明した動機を一局集中から多極分散へこれしか。 東京都地方が発展する道はないと自身の SNS に記していたが、もはやエキセントリックな印象ばかりが先んじてしまう。政治アナリストの伊藤厚夫氏の見解はこうだ。石丸氏はこのままでは色物の枠を出られません。そもそも政治の世界で論破はダメ。相手を任せば敵となり、将来にわたって交渉ができなくなってしまう。実際、彼は、 議会と対立したことで、極めて生産性が低い市長に終始したわけです。大事なのは説得して、仲間に引き入れたり、それが難しくても調整を行ったりすること。後編では、石丸氏が語った審ギラが、誹謗中傷や嫌がらせを受けていることについての意見や、無理をしていて、自分自身が辛いんじゃないかな、と、心配と語る兄弟時代の友人のコメントなどを、紹介している。